はい、おはようございます。今日は8月の10日祝日の前の日ですね。え、水曜日？ん？木曜日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 です。はい、石川県は朝からのフェーン現象で、もう7時台で30度あって、今9時で34度だって。はあ、聞いたことないしっていう感じなんですけど、普通に着物着てるんですけど、ね、家長くら聞いてるんであれなんですけど、まあ、こういう時に注意するのは、少しでも気持ち悪くないように着るってことですよね。いつも以上になんか違和感ある、ちょっときついかもしれないっていうところは、もうなるべくこの長襦袢の時点で排除しておくっていうのがポイントです。で、トスコハの色襦袢着てるんですけど、襟は合わし襦袢です。はい、村さんので、この前の動画でめっちゃ好評だったら、あの冷え冷えコーデのちょっと帯締めだけ違うバージョンです。まあ暑いんでね、暑いってなるとこの着物になってくるんです。綿朝購買、染より小玉さんの着物です。本当はね、あの合わし襦袢を着ようかなと思ってたんですけど、まあ合わし襦袢明日に回すかというので、今日はちょっとあの最高気温が30度後半までいく、まあ多分40度近くになるんだろうなっていう日なんで、でまあちょっと出かけるっていうのもあって、ちょっと涼しい格好したってね、暑いから涼しく、あの自分から見た時にわあ涼しそうって見える色にでもしとかないとやってらんねえわっていう話で、さすがにね、日差しが強すぎて、なんかあの車用のあのショート手袋があったはずだから探してたんだけど見つからなくて、しょうがないから冬用の絹の手袋するか、赤だけどっていう感じです。さすがにね、ちょっと長距離運転するときはいるよね。ハックンの状態が落ち着いてきました。はい、で、ももちゃんはあとお薬の量は今減らせれたので、お薬を飲まなくて大丈夫な状態まで持っていけるかどうかっていうのはちょっと今時点ではまだ分からなくて、やってみないと分かんないんで、また様子見ながらやっていこうと思っております。あの2人とも回復傾向にちゃんと向かってよかったです。はい、ビンちゃんの時もう下痢嘔吐からスタートしたので、ビンちゃんの時は嘔吐やったか、急にね食べなくなって嘔吐っていうのから始まったので、どうしても被りますね、怖さが。前の子の時もオートからだったな。オートとか下痢ってね、特にオートって猫ってしょっちゅうするんですよね。がっついて食べた時にグッて吐いたりとか、もちろん毛玉吐いたりとか。なので日常茶飯事なことなんですけれども、そこと病気との、なんだろう、このね違いっていうのが難しいですよね。ただね、腸の調子を崩してあのストレス性で下痢になったりとかももちろん人間と一緒であるんです。ただの下痢っていうのもあるんですけど、うちの子の場合毎回ただの下痢ではないみたいな感じですね。
や長引きすぎるおかしいっつって結局エコーで調べてっていう感じで。エコーがある時代でよかった本当にね。さあこの綿麻紅梅なんですけど、この着物を重宝させて着る夏っていうのは私にとって猛暑です。よっぽど暑い時じゃないとそんなにしょっちゅう出したいと思わないぐらい薄くて涼しい着物なんです。この子に出会って綿麻紅梅に出会って、あ、私は紅梅織であれば朝まではいらないっていうの、朝100までいらないんだなっていうのが分かったんですよね。この子を作った後に麗華が2年ほど続いて、その時に本当に真夏だけど1回か2回しか着れなかったの、寒くって。夏でも冷房をつけるじゃないですか、夏だからね。冷夏でも冷房はある程度つけるじゃん。そうするとやっぱもう冷えすぎちゃってね、うん。で今日はねオルンさんの帯と、これねこの前一緒なんですけどね、帯締めを変えますね。久美花さんの似た色なんですけど、こちらパールというタイトルの帯締めです。海の中に、光るパール。この前はこちらのサイウンっていうタイトルの帯締めをしたんですけど、この子よりもちょっと明るい、わかるかな、ちょっと色の違う青、ちょっとグレーも入ってるんですよね。グレーが入っているんだけどピンクが入っているので、暗いような明るいような非常に面白い帯締めです。変態の息だね。どっちにしようかな。アナと雪の女王みたいっていうコメントがあって、編み込みしてほしかったって書いてあったな。ああ編み込みかーって。でも私やっぱディズニーアニメと違って髪の毛の量がめっちゃ少ないからな、編み込みしてもきっとちょっとなんかがっかりぺったんこのがっかり編み込みになっちゃう。だからね、なんか若い時、本当若い時っていうか子供の時に編み込みしてもあまりにも厚みが出ないからリボンを巻き込んで編み込みしたことがあって、あ、ちょっと待って、なんかここが気持ち悪い。リボンを入れ込んで巻き込み、編み込みをしてたことがありましたね、子供の時ですけどね。休みの日とかにね遊んでましたね。今から思えば先取りだよね。まあ、いわゆるおませさんのおしゃれが大好きな女の子でしたね。そういう時からませとるとよく言われましたよね。ませとる、はしかえ、おませさんっていうのはよくちっちゃい時に言われたね。はしかえって多分動画を見てる人は全く通じないと思う。石狩って言葉どこまで通じるっけ。石川県だけかな、富山も通じるかな。石狩ちょっとでも意味合い違ってくるのかな。うん、
能登とかね、金沢はかなり頻繁に橋かいって言葉を使うんで、あ、入れ込んじゃったよ。抜いちゃった。止めなきゃいけないのに。抜いちゃった。女の子に使うこと多いかもね。あの子橋かい子やねっていうのはね。橋かいっていうのは、頭がいい悪いではなくって、負けん気が強くてずる賢いまではいかないんだけど、なんていうのかな。ちょっと一筋縄でいかないというか、機関棒っていう意味も混ざってるし、いろんな意味が混ざっている方言なんですけれども、よく子供に使うかな。そういう、大人びってるっていう言い方で、容量もある程度よくって、っていう感じで使うかな。いい意味でも使われるし、悪い意味でも使われるんですけど、大体がいい意味、若干、あの子は端かいから大丈夫やわいねみたいな感じかな。しっかりもんっていう意味も含まれてて、まあ方言って便利ですよね。完全になんか否定っていう感じではない。含ませが多いかな。ちょっとね、含ませ部分が難しいね。ニュアンスを伝えるのは難しいですね。なんかここら辺はこの町でネイティブで暮らしてた人しかなんとなくこの 100% の意味合いは通じないかなという感じはありますけれどもね。まあおぼっこい、おっとりしているっていう側ではなく、はしかい子供だったと思わせてね、そんな髪の毛も髪型言うのをしたり、マニキュア塗ったり、マニキュアで絵描いて爪に遊んだりとか、日曜日しかね、休みがないね、時代でしたけど、そんなことしてましたね。一人で遊んでましたね。おませさんですよね。だから大人になったら早く化粧したいなと思いましたよ。いいな、楽しそうって。まあ今も楽しく化粧してますけどね。大人になってしたいこと、ブラジャーをつけてみたい、化粧してみたいっていうのはちっちゃい時思ったことかな。なんかほら、子供にとってあのレースのブラジャーっていうのはすごい綺麗に見えましたからね。で、今もブラジャーしてないけど マニキュアもね、高校生の時はね、ずっとつけて遊んでたけど、社会人になってから結構飲食に携わる仕事が多くなって、すっかりマニキュアはしなくなって、縫い物してる時はね、針が当たるからマニキュアしてた方が爪がめくれなくって楽だったから、マニキュア結構ずっと高校生の時してたんだけど、高校生でしていいのかっていう問題なんですけど、怒られますよ。もちろん無視してましたけど先生に、なんだこの爪の色はって言われて、いやちょっと血行悪いんすかねって言ってました。適当なこと言ってましたよ。
その頃ね、銀色が好きですっごい爪銀色にしてましたね。マネージャーはその頃に出会ってます。だからめっちゃ爪の長い銀色の爪をした高校生っていう感じでしたよ。だから本当なんか、まあ、当時でも別に銀色をそんなにポピュラーに流行ってなかったので、ちょっと何この子っていう感じだっただろうね。はい、こんな感じでございます。はい、あ、いい感じいい感じ。やっぱ落ち着きますね、この結び方。オルンさんの帯の太さを十分にこう最大利用して、しかも柔らかさとあのしなり具合が非常にいい感じになってるかなと思います。うん、オルンさんの帯は結構いろんな結び方ができるかなと思うんですけど、角を出してカチッとした結び方はあんまり向いてないのかなと思いますね。逆にこう折りたたんで柔らかくしてこういう感じでやるとしっかりと立つっていう感じで面白い面帯ですね。面だらけ。はい、今日は、帯締めを変えました。ちょっと変えただけでもちょっとここに色が入りますね。この間の方が冷凍庫から出てきましたっていう感じなんですけど、今日はちょっと色がある。でも上品ね、すごい大人だね、このコーデは。はい、まあ、この襟とこの着物がね、このバランス、色のバランスがね、めっちゃ涼しげに見えるんですけど、だからミントグリーン系がめっちゃ涼しく見えるんだろうね。青も涼しく見えるけど、ミントグリーンってめっちゃなんだろうね、ホッピンシャワーみたいな、31のね、あの冷え冷えって感じに見えるよね。でここに緑を入れてるので、よりこの子、この子自体の透けがね、白を入れるのも涼しく見えるんだけど、この緑を入れてより一層冷え冷えに見えるっていうね。別にね、着たらさ5度冷えますとかってそういう着物じゃないんですけどね。見た目は5度低く見えるけどみたいな感じだけどね。で帯が、オルンさんの帯はこちら綿100です。しかも洗えます。手洗いですけどね、洗えるんです。はい、アイロンもかけれます。なんで今ここをちょっとあのこの帯板との間にこのお腹じわができて、こうオルンさんの帯ってこうやって曲がるんですよね。うん、で気になったらこれアイロンかけてもいいし、あのちょっと押しといてシワ伸ばしてもいいしっていう感じですね。あんまり気にしないで使えるかなと思います。はい、で帯締めが久美花さんのパールというタイトルの帯締めです。久美花さんのミンネの販売ページのところに、購入者の人のレビューが書いてあると思うんですけど、サイウン、パール、何点のレビュー私書いてますので、私の喜びの声を見たい方はどうぞ。で旅が、エビスタビさんに作ってもらった、これ今年作ってもらったやつですね。うさぎちゃんのちょっとモノトーンのやつにしました、今日は。はい、裏は赤いんですけどね。はい、でですね、かんざしがあれだ、猫ちゃんのついた眉玉、ここで絹を持ってくるみたいなね。はい、こんな感じです。で、おろくぐしと。なんかここがね、ちょっとふわ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 って、遅れ毛が遅れてるよみたいな感じになってるけど、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はい。そうだね、この子、帯締めとここだけが絹なんですけど、あとは絹ではない感じですね。はい。そうですね。まあ、こんな暑い時浴衣も着れないっていう声もあるんです。けれども、まあ、着てしまえば何でも一緒かなという気がしますね。そこからどう汗をかくかぐらいで、あとはまあ車移動だったら問題ないけど、歩きっつのはちょっとね、今現時点でもう外出るなぐらいの注意喚起が出てますね。小松は今日は39度になる
もう一日中クーラーをつけててください。なるべく室内にいてください。用事のない人は外に 出歩かないでください。喉が渇いてなくても水を飲んでくださいっていう風に、あの朝から LINE でね注意喚起が来てますだねみたいな。まあうちらもう分かってるけど、こんな暑さ慣れてないし、うん、あの気をつけなきゃいけない日だなという感じですね。まあ家帰ってきたらスイカ食べるかなみたいな感じかな。スイカは準備してるし、昨日はトウモロコシ食べたし。でも本当ね、夏は嫌なんだけど、夏野菜っていうのは魅力的な野菜が多いですね夏、まあスイカも野菜っちゃ野菜なんですけれども、ウリ科がね好きだとね本当に夏は楽しいですよね。たまに男性でね、ウリ科のものが一切食べれない方いらっしゃるんですけれども、なんでしょうね、カブトムシを飼いすぎたんですかね、ちっちゃい時に。なんでだろうねよくわかんないけど、あの私は大好きなんですよ。本当に冬瓜とかも大好きだし、この間冬瓜めっちゃ上手に炊けた。やっぱりああいうさ、ちょっと青みの癖のあるものっていうのはさ、何回も料理して見て自分の味になっていくんだね。上手にできるようになってなったなってそういう年になったんだなって、20代の頃はちょっと作れなかったな、こんな味にっていう感じで、あのいい感じのね、夏の煮物もできるようになったなっていう話をマネージャーとしながら食べてたんですけれども、そう、トウモロコシもやっぱり旬じゃないと、まあ、冷凍のコーンというのはあるけれど、やっぱね、湯がいたトウモロコシっていうのは新鮮でね、旬じゃないと美味しくない。うん、美味しくない、それでいいと思う。スイカだってね、その時の旬じゃないと食べれないし、それでいいと思う。だって暑いから必要な栄養素なんだもんなんでね、なんかこう夏は暑いやって思うけど、夏の野菜は魅力的っていうのは実際ありますね。うん、野菜好きとしてはたまらない。夏野菜、オクラも美味しいですよね。やっぱり輸入物のオクラとかで回っとるけど、やっぱりね、この季節に採れた旬の本当にね、湯がいたら緑のあの赤がわってもうね、色がバーって出るぐらい、もうさんさんとお日様を浴びとるオクラのあのオクラ臭さはマジうまいっすよねそう、ホタルママさんに、手作りの夏野菜 を送っていただいたんですよ。で、昨日ちょっとオクラを料理してたんですけど、多分夏のしっかりお日様当たっとるから味も濃いオクラだろうなと思って、軽くだけ茹でて、お酢と、めんつゆと、砂糖少し入れたかな、それと鰹節で、おひたしみたいにして漬け込んどいて冷蔵庫入れといて、ちょっと箸休めに食べたんですけど、あ、美味しかったですね。マネージャーと二人で、これ美味しいね、これ美味しくないみたいなね。私も味見しないからさ、食べてみてさ、わ、これ美味しいねみたいなお互いびっくりしてるみたいな感じの夕飯でしたけどね。だからそんなね、楽しみもあるっちゃあるんでね。まあね、冷夏で何も夏野菜が食べれないのは辛いですからね。ただこれはちょっと暑すぎですけどね。そしてまたね、台風近づいております。今台風6号が九州にまだいる、近くにいるっていう状態なんですけど、その後の台風7号関東にめがけて来ているという状態が情報で今流れているという感じで、多分お盆がちょっとどうなるんだろうなっていう感じなんですけど、今年の夏はね、ずっと台風、しかも暑いからなかなか動かなくて、一つの台風の存在感がでかいね。まだいるのあなたみたいなねうん、そんな感じの年ですね。はい、で多分そうだとなると、まあ北陸はまたフェーン現象になるんだろうなという、夏暑いっていうのが
休む時がないのかもしれないですね。はい、そんな感じでございます。はい、皆様もお気をつけてお過ごしくださいませ。ということで今日はちょっとお出かけをしてきます。2人が、まあ、今落ち着いているので、お昼寝タイムの時に少し今抜けても大丈夫だなっていう感じにやっと1ヶ月かかりましたね、なってきましたので、ちょっと2日連続なんですけど、モタハンさんの方で、黒沢切り裁店さんの、下駄の祭事をされているんですよね。で、あと、北谷さんの手ぬぐいが大量入荷という話を聞いてるので、それをちょっと見に行って、で、私はねちょっと直す下駄が多すぎて、持って行ってその場では直してくださるんですけど、それでちょっと時間がめっちゃかかっちゃうと、なんていうのかな、長い時間今入れないのでちょっと厳しいなというので、本当は明日、祝日金曜日にマネージャーと行く予定なんですけど、そこじゃちょっと間に合わないので前日にちょっと置いてこようという作戦です。で、息子の彼女も行く予定になっているので、現地で落ち合えれたらなと思ってます。最初はね、3人で行こうって言ってたんですけれども、途中そのハックもののちゃんも調子が分かんないって、先週そういう状態だったんで、本当数日前そういう状態だったんで、ちょっとその状態で約束して時間決めてって言って、もしぶり返して次の週病院通いとかになったら大変だし、お盆前にねなんとか調子を良くしときたいっていうのもあったから、今はちょっと行けないかもしれんっていうので、2人で行くように準備しといてって言ってお願いしてたんですけど、昨日ぐらいからですね、昨日水曜日火曜日ぐらいからハックン大丈夫だなっていうのが元気になってきたなっていうのを感じるようになって、昨日ぐらいからののちゃんも今のお薬の量でとりあえず大丈夫なんだっていうのを確信した感じだったんで、ただののちゃんはねもう一ランクこの薬をなくすっていう時のぶり返しがないかどうかっていうのを確認しなきゃいけないので、そこの山場がまたあるんですけれども、今ちょっと手その状態をキープという感じなので抜けれるので、ちょっと行っていきたいと思っております。はい、なんで本当ね数日前の状態で全然もう動けないとかちょっといろいろあったんで、本当にね6日の日にね波蔵ちゃんに会おうねって言ってた約束をね本当にねもうできなくなって申し訳なかったなと思うんですけどね、ミッキーさんと着物オフさんがね等でLINE 上でねお話ししてたのは良かったなと思ったんですけど、本当に申し訳なかったなと思うんですが、本当にほんの数日前なんですけどだいぶ違ってたんでということでございます。はい、ということでちょっと暑い中出かけてきます。そしてちょっと気になるお店にもし行けたら行きたいなと思っております。それでは良い一日を。では撮りますね。はい、1、2、3。もう一回。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。行きます。